この動画は、初代クラウン開発物語、前編の続きだぜ。前編を見ていない方は、概要欄のリンクからご覧ください。では、早速後編を始めていこう。確かトヨタは海外メーカーと技術提携せずに、自分たちの技術で乗用車を開発していくところだったわね。ああ、日本のように整備されていない道路は、外国の車では走ることが難しいと考えてたところだ。このような状況の中、中村が掲げたクラウンの設計方針があるんだが、まとめると次の通りになる。乗り心地が良くて、丈夫であること。ちょっとマリサ、私にはすごい当たり前のことを言っている気がするんだけど。確かにな。しかし乗り心地が良いことと、頑丈であることは、両立することが難しいんだ。乗り心地を良くすると壊れやすくて、頑丈にすると乗り心地が悪くなるってことかしら。その通りだぜ。今まではトラックを元に乗用車を作っていたから頑丈ではあったんだが、乗り心地が良くなかったんだ。中村さんがクラウン開発の依頼をされる時も、そんなことを言っていたわね。今回のクラウンの開発では、いかに乗り心地の良い車を開発するかが重要になってくるんだ。しかも、日本の整備されていない道路にも対応していかなければならない。とても難しい問題ね。中村たちは乗り心地の良い頑丈な車を開発するために様々な工夫をしていくんだが、ここではその一部を紹介していこう。中村たちはまず車のフレームをどうするか検討した。フレームには大きく2種類あって、今までのトラックで利用していたのはフレーム構造で、頑丈なんだが乗っている人に振動が伝わりやすい。トラックに使われているってことは、中村さんたちはフレーム構造で今までやってきていたわけね。一方モノコック構造は、車のボディがフレームの役割も果たすんだ。従来のフレームがない分、車体が軽くなって乗り心地が良くなるが、頑丈さは今までのフレーム構造より劣るんだ。重要な選択ね。どっちをベースに車を作るかで、今後の開発にかなり影響が出そうね。ちなみにモノコック構造の方が当時の最先端技術であり、中村にはとても魅力的に見えた。私もモノコック構造の方が良いと思うわ。最先端技術だし、これから頑丈にしていけば良いのよ。しかし中村はフレーム構造を採用した。現状のモノコック構造では、頑丈さが足りないと考えたんだ。意外だわ。新しいことにチャレンジするかと思ったのに、従来のフレーム構造を選択したのね。確かにな。しかしこのフレーム構造は、後のクラウンの伝統となるんだ。フレーム構造を採用したクラウンはその頑丈さを評価され、後にパトカーとしても採用されることになる。確かにパトカーってクラウンのイメージがあるわ。言われてみれば頑丈じゃないと、パトカーには採用されないわよね。さて、中村たちが採用したフレーム構造だが、現状ではトラックのフレームを元に作られている。乗り心地を向上させるためには、乗用車用に新しいフレームを開発する必要があるんだ。中村さんたちの腕の見せ所ね。頑丈なだけじゃなくて、乗り心地を良くしないといけないわ。ここで中村は、サイドレールと呼ばれる部分を、今までとは大きく変更した新しいフレームを設計したんだ。詳細な変更点についての説明は避けるが、これにより、地面からの距離が高くなり、座るシートの位置が低くなったんだ。ちなみに地面からの距離が高くなって、どんなメリットがあるの？凸凹道などを走ると車の底を擦ったり、最悪引っかかったりするんだが、そのような問題をある程度回避することができるんだ。日本の整備されていない道路を考慮して、地面からの距離を高くしたのね。あと、座るシートの位置を低くしたのはなんでなの？これは重心を低くしたかったからだ。重心が低い方が車の走行性能が良くなるんだ。なるほど。シートが低くなったのは、運転しやすくするためなのね。さて、次はサスペンションを見ていこう。サスペンションとは、車体とタイヤをつなげる部品で、固定式と独立懸架式の2種類に分けることができる。固定式は、左右両方のタイヤが同じように動き、乗り心地が良くないが、頑丈ではある。独立懸架式は、左右のタイヤが異なる動きをし、乗り心地が良くなるが、頑丈さに不安が残る。なるほど。整備されていない日本の道路では、デコボコの道に合わせてタイヤがそれぞれ動く、独立懸架式の方が良いように思うわ。さすが霊夢。実は中村もそう考えていたんだが、独立懸架式は過去に外国の車で大失敗した例があるんだ。大失敗？どんな失敗をしたの？シボレーというゼネラルモーターズが作った独立懸架式の車なんだが、日本の悪路に耐えられずトラブルが続出したんだ。日本の道路環境は本当に厳しかったのね。ああ。
そのため日本の自動車業界では、独立検査式のサスペンションには強い抵抗があったんだ。トラブルが続出するぐらいなら、多少乗り心地が悪くても丈夫な方を選ぶものね。もちろんトヨタの社内でも意見は分かれた。しかし中村は社内の懸念の声を耳にしても、クラウンの前輪については独立検査式を採用することに決めた。前輪については？後輪は独立検査式ではないのね。ああ、後輪については固定式を採用している。後輪は追随して動くものだから、中村は独立検査式にする必要はないと考えたんだ。前輪と後輪で機能が異なるのね。それと後輪側についても簡単に補足しておくが、通常、地面などからの衝撃を吸収するために、板バネという部品がついている。板バネ？聞いたことがないけど、ここも何か工夫をしたの？ああ、板バネの枚数についてだが、通常は5、6枚重ねているところ、クラウンでは3枚になっているんだ。衝撃吸収のための部品よね？枚数を減らして大丈夫なのかしら？ここの枚数は、多いほど衝撃に強くなるんだが、車内に伝わる衝撃が大きくなってしまうんだ。乗り心地を考えると、板バネの枚数を減らしたいってことね。そうなんだが枚数を減らしすぎるとすぐに壊れてしまう。そんな時に東京大学の教授が、乗用車は3枚でも問題ないと言っていることを知るんだ。東大の教授が言っているのなら、信頼性が高そうね。中村たちは、その東京大学の教授と相談し、テストを重ねた結果、板バネの枚数を3枚にすることに決めたんだ。こんな目立たなそうなところでも、時間をかけて工夫やテストをしているのね。こうしてサスペンションについても決まっていくんだが、さっき紹介した前輪側に独立検査式を採用したことが、後から車内で問題となってくる。え、何かしら？怖いわね。それについては後で話すとして、中村たちは他にも、エンジンを格納する方法や、とある部分のギアの形など、いろいろと工夫を重ねていった。新しい乗用車を考えるのって本当に大変だわ。こうした工夫や苦労を重ねていき、ある程度各部品の試作品ができたため、一度組み合わせてテスト走行をすることにしたんだ。簡単な試作機ができたのね。うまくいかない部分が出てくるとは思うけど楽しみだわ。そのテスト走行の結果は、想像もできないほど驚くものだった。テストドライバーが右にハンドルを切ると、車は左に曲がったんだ。全然ダメじゃない。驚くような結果って、ダメな方で驚いたのね。ああ。しかし彼らはエンジニアだから、そんな失敗は気にもしない。次に直せば良いだけだからな。ハンドルと切った方向と逆に動くような車で、そのまま何週間もテスト走行を続けたんだ。車が逆に動くなんて些細なトラブルで、その他の部分がどうなっているかをチェックしたかったってことね。エンジニアらしくてかっこいいわ。私の今の仕事なんて、下書きで誤字脱字があるだけでチクチク言われるわよ。まあ、これはトヨタ、もしくは中村の仕事の進め方が特殊だっただけかもしれないがな。こうしたテストを重ねた1953年8月、ついにクラウンの試作機第1号が完成した。やったわね、試作機が完成だなんて。クラウン発売に向けた大きな一歩だわ。ああ、しかし中村には喜ぶ暇がない。走り出してからどんなトラブルが待ち受けているかわからないからだ。しかもトヨタ自体もゆっくりしている時間はない。外国のメーカーと技術提携した国内のライバル企業たちが、続々と新しい乗用車を発売するという情報が入っている。ライバル企業、日産やSZのことね。どことも技術提携をしていないトヨタが、多少遅れを取ることは想定されているが、大きく遅れることは好ましくないんだ。ライバル企業に差をつけられてはいけないものね。こうした状況の中走行テストを開始していくんだが、中村はクラウン開発チームの誰よりも長い時間、試作車に乗っていたんだ。自ら誰よりもテストを重ねるなんて、中村さんの情熱が伝わってくるわ。しかし問題もあったんだ。中村は夜遅くまで試作車のテスト走行をするため、朝の使用時間に出社せずに、毎日遅刻するようになるんだ。ちょっと中村さん、毎日遅刻はやりすぎでしょ。そしてそれはトヨタの役員会でも話題になった。しかし一部の理解ある役員のおかげで、中村の遅刻は問題にはならなかったんだ。良い車を開発することが最優先で、そのために遅刻することは多めに見てもらえたんだ。確かに遊んで遅刻しているわけじゃないんだけど、理解のある役員がいてよかったわ。こうしてテスト走行が本格化してきた1953年10月、トヨタ社内から予想していなかった新たな計画が発表された。何かしら？新型乗用車、マスターの開発計画だ。え？どういうこと？新型乗用車って、今ちょうどクラウンを開発しているところじゃない。き
っかけはクラウンのサスペンションだ。サスペンション？そういえばさっき問題になるみたいなことを言っていたわね。ああ、クラウンの前輪側のサスペンションには、前に話した通り、独立懸架式が採用されている。覚えているわ。乗り心地が良くて、耐久性が低いやつよね。トヨタの役員たちは、独立懸架式サスペンションの耐久性を信頼することができなかったんだ。そのため、クラウンのサスペンションを固定式にした、新しい乗用車を開発することにしたんだ。それが、新型乗用車マスター開発計画なんだ。そんな、中村さんたちが開発しているクラウンは、役員たちには信じてもらえてないのね。どうだろうな。万が一クラウンが失敗した時の保険のための計画と言われている。それに、マスターを開発する人たちも、保険のための新車開発なんて、モチベーションが心配だわ。そうだな。しかしトヨタの役員会議で決まったことだ。中村たちは自分たちを信じてクラウンを開発していくしかない。もちろんマスターを開発する人たちもだが。そうね。現場の視点と、経営者の視点はどうしても違うから仕方がないわね。こうしてトヨタは、新型乗用車クラウンとマスター、2台同時に開発を進めていくことになった。こうなったら両方ともうまくいくことを期待するわ。そして中村たちはマスターの件があるものの、自分たちの仕事に集中し、クラウンの走行テストを重ねた。自動車開発の宿命と言っていいが、こういう技術系の仕事には、完成完璧というものが基本的には存在しない。例えばエンジン音を静かにすれば、今度は別の騒音が気になって対処したくなるという、ほぼ終わりのない戦いになってくる。改善しようと思えば、いくらでも出てきてしまうものなのね。ああ。とはいえ商品として売るには、どこかで踏ん切りをつけないといけない。中村は、クラウンが1万キロの走行耐久試験で問題なく走り終えたとき、ついにクラウン完成のゴーサインを出した。ついにクラウンが完成したのね。ああ。そしてクラウンの完成を記念して、完成セレモニーが開かれることとなった。1955年1月1日、クラウンは正式に完成し、トヨタの社長を含む役員たちから盛大に祝われた。中村がクラウン開発の命令を受けてから、約3年の時間が経過していた。3年間も、クラウンには中村さんたちの苦労が詰まっているのね。そしてそのセレモニーでは、ある男がクラウンのハンドルを握っていた。誰かしら？常務取締役、豊田英治。あれ？この顔、なんか見たことがあるわ。いつだったかしら？そうなんだ。英治は前編で何回か登場している。今回のクラウン開発計画を、中村に依頼した人物が英治だったんだ。そうだったのね。しかも豊田ってことは、もちろん豊田一族よね？もちろんだ。そして当たり前かもしれないが、後の豊田社長であり、会長であり、名誉会長でもある。そんな人が中村さんにクラウン開発の依頼をしていたのね。中村さんは相当なプレッシャーだったんじゃないかしら？どうだろうな。前にも言ったが、中村は超職人気質のエンジニアだ。自分が責任者として手掛けたクラウンの晴れ舞台でもあるこのセレモニーも、苦手だからとの理由で参加すらしていない。嘘でしょ？それは職人気質というより、ただの気難しい人になってない？そうかもしれないな。ほぼ毎日遅刻して出社してたぐらいだからな。そして確かにプレッシャーはあったかもしれないが、シンプルに良い車を作るという気持ちが強かったように感じる。言われてみればそう感じるわ。良い車を作ることだけに全振りしてる感じがするものね。さて、このセレモニーではクラウン以外に、もう一つ祝われるイベントがあったんだ。何かしら？新型乗用車、マスターの完成だぜ。え？マスターも？いくらなんでも完成が早すぎない？クラウンの試作機ができた頃に計画が始まったじゃない。霊夢の言う通り、めちゃくちゃ早い。でもマスターは、もともとクラウンが失敗した時のための保険として開発された車だ。クラウンと同時ぐらいに発売しないと、目的に合わなくなってしまうんだ。そうだけど、マスターを作った人たちもよく頑張ったわよ。こうしてクラウンとマスターの、完成セレモニーが終了した。ここからは本格的にクラウンの販売が始まる。結局クラウンは売れたのかしら？トヨタが当初見込んでいた台数より、はるかに多く売れたんだ。あまりにも売れるものだから、現場でも、こんなに作っていいのか？と心配するほどだったんだ。大成功ね。中村さんたちの努力が報われたのね。そしてあまりにも高評価だったため、クラウンの発売から約1年後、内装を豪華にした、クラウンデラックスが販売されることになった。デラックス？
なんか豪華な感じがする響きね。通常のクラウンよりは高くなると思うんだけど、購入できる人がいるのかしら？そこはあまり問題なかった。というのもクラウンが販売された年から、ジンムケーキという後継機が始まったんだ。後継機？私は生まれてから一度も体験したことがないわ。羨ましいよな。しかもこの後継機は長く続いたんだ。名称は変わるが、次の岩戸ケーキやオリンピックケーキなどを合わせると、10年ぐらい続いたんだ。こっちは生まれてからずっと不景気よ。でも、クラウンにしてみれば、完全に後継機の波に乗ったんじゃないかしら？その通りだぜ。一時アメリカ進出に失敗したこともあったが、その後も順調に売れ続けたんだ。そして初代クラウンが発売されてから約8年後の1962年、また中村が主査を務めた、2代目クラウンが発売された。もうクラウンと言ったら中村さんね。2代目クラウンも売れたのかしら？もちろんだ。しかもこの2代目クラウンで日本の高級車市場を制したと言っていいほど、確固たる地位を築いたんだ。2代目までうまくいけば、もう完全にブランドになるわよね。その後は皆さんも知っての通り、クラウンはトヨタで高級車の地位を守り続けてきたんだ。いつかはクラウン。私もできれば欲しいもの。そういえば気になることがあるんだけど、初代クラウンと同時期に発売された、マスターはどうなっていったの？そうだったな。マスターは発売から2年後に生産中止となった。そんな、短期間で頑張って開発したのに、やっぱりクラウンと比べると、あまり良くなかったのかしら。まあ、言いにくいがその通りみたいだぜ。クラウンが良すぎてマスターの存在する意味がなくなってしまったんだ。まあ、でも結果論よね。もしクラウンが失敗していたら、マスターがトヨタの主力だったかもしれないものね。確かにな。現代の私たちには結果がわかっているからな。さて、次にクラウン開発後の中村についても触れておこう。クラウン開発後の1年ぐらいは、案の定トラブル対応に追われた。とは言っても、そこまで大きな問題もなく、ある程度順調に改良を重ねることができたんだ。よかったわ。日本の道路に対応できたってことだものね。そしてトラブル対応に一段落ついた頃、中村はアメリカに3ヶ月外遊することになった。重役以外での国外の外遊は、トヨタの歴史で初めてのことなんだ。それほどトヨタに貢献したってことよね。遊びに行ったわけじゃないとは思うけど、中村さんもリフレッシュできたと思うわ。その後は、マスターの生産中止が決定したため、マスターに代わる新しい乗用車の責任者に選ばれ、コロナという車を開発していくことになる。また新しい車の開発責任者になったの？完全にトヨタのエース社員じゃない。そうなんだが、この新しい乗用車コロナは大失敗した。そしてすぐに2代目コロナを作るがこれも大失敗したんだ。連続で失敗したのね。中村さんなら良い車を作ると思うんだけど、なんで失敗したのかしら？このコロナの新車開発に関しては、中村はずっと、やりたくないと言っていたみたいなんだ。どうしてもコンセプトとかが、中村に合わなかったらしい。中村さんといえど万能ではないものね。その後は、前に話した2代目クラウンの責任者になったりと、順調に仕事をしていたみたいだ。目立ったところだと、乗用車センチュリーの開発にも携わった。クラウンだけじゃなくて、センチュリーも？トヨタの車は中村さん抜きじゃ語れないわね。そして中村が51歳の時に、役員と同じ待遇に当たる参与という役職に昇進した。そりゃ昇進するわよね、今までの功績がすごいもの。でも参与って聞いたことがないわ。参与という役職は、中村のために作られたポジションなんだ。本当は役員にするべきなんだが、枠にはまらない中村を役員にするわけにはいかなかったんだ。中村さんらしいわね。でも役員よりも、そういうちょっと特殊な役職の方が、中村さんには似合っているように思うわ。確かにな。枠にはまらないから役員じゃなくて参与になるなんて、中村らしいよな。こうして中村はトヨタの参与第一号になった。主査第一号でもあったし、トヨタの歴史を語る上でも重要な人物だよな。さて、最後にもう一人だけ、クラウン開発に携わった人物のその後について触れておきたい。誰かしら？クラウン開発の時に中村のアシスタントに抜擢された、長谷川達夫だ。覚えているわ。B-29 を撃墜するための戦闘機を設計した人よね。その後はどうなったのかしら？クラウン開発時の長谷川の仕事は、主に中村の調整役だった。個性の強い中村は、役員や他の部署との調整を全くしないからだな。なんか感情移入しちゃうわ。私も職場で振り回されっぱなしだもの。
長谷川は後に久となるんだが、中村に振り回された経験を生かして新車の開発を進めたんだ。中村さんの一番近くでクラウンを開発した人だものね。中村さんの短所を改善して仕事をすれば、良い仕事ができそうよね。その通りだ。長谷川は初代カローラの開発責任者となった。カローラは1966年に発売されたんだが、人気に火がつき、3年後の1969年には、日本で一番売れた自動車になったんだ。長谷川さんが中心となって作った車が、日本一売れた車になったのね。クラウンのこともあるから感慨深いわね。ああ、しかも日本一になったのはその年だけじゃない。そこから33年間、ずっと日本一売れた車になったんだ。え？ 33 年間ずっと日本一？ってことは2002年まで毎年一番売れた車ってことよね。凄すぎてもうよくわからないわ。長谷川がなんて言うかはわからないが、間違いなく中村の仕事や、中村が第一号となった久という役職がこの異様の礎になっているよな。久、今はチーフエンジニアよね。今もトヨタの伝統として残っているのもわかるわ。その中村さんは退職後はどうしていたの？中村は1980年にトヨタを退職したんだが、その後は自宅で電気自動車、今のハイブリッドカーを研究をし続けたんだ。どんだけ自動車が好きなのよ。そしてそこから17年後、トヨタから1997年にハイブリッドカーであるプリウスが発売された。中村さんが晩年研究していた車がトヨタから発売されたのね。そしてプリウス発売から約1年後、1998年10月に中村はこの世から去ることになった。プリウスの完成を見届けてから、お別れしたみたいね。そうだな。人生の最後に研究していたことが、トヨタからプリウスとして発売されたから、もしかしたら思い残すことはなかったかもしれないな。でも、中村さんなら天国でも、自動車の仕事を続けてそうね。そうかもしれないな。さて、長くなったしこの辺りで、クラウン開発物語を終わりにするとしよう。中村健也、享年85歳。彼がクラウンなどの自動車にかけた情熱は、今もトヨタの伝統として引き継がれている。